ッション。でも、こんなにたくさん作る必要あるの？1年間のお礼だから、みんなに行き渡るようにしないとね。相変わらず、マメだね。日々の地道な営業活動は、ムマにとって重要な仕事だよ。日本のお正月にはお餅が欠かせないんだって。焼いたり煮たり、いろんな食べ方をするらしいよ。へえ、ちゅるり、味見したくなってきたね。君の分け前もちゃんとあるから安心して。あ、そういえば、お年玉って知ってる？お年玉？お正月にね、成人した人がまだ成人してない人にお金を渡す習慣があるんだって。その習慣をお年玉って言うらしいよ。え、すごい！私もお年玉欲しい！私まだ大人じゃないし、仮に私が大人になったとしても、あげる側じゃなくてもらう側だわ。だって私こんなにも美少女なんだし、貢がれる側。はあ、歳ですか。何よ、文句あるの？確かに伸びしろを考えると、リリムはずっとお年玉もらえそうだなぁと思っただけ。確かに童顔だし、おじさんたちにずっと可愛がられそうなイメージはあるよね。いわゆる孫ポジションってやつ？このリリムちゃんに向かって、よくもそんな侮辱を！伸びしろ、まだ全然あるから！そうだといいね。体のことを言うんだったら、君だってそうでしょ？ちんちくりんじゃないの！私は、まだ伸びしろ結構あるし。そうかな。ヤタガラス族の体型ってピンキリだし。それに引き換え、沼族はボンキュッボン揃いだからね。ふん、それはリリムの見識が狭いだけ。私、ママに負けないくらいグラマーになる予定だもんね。はいはい、そうなるといいわね。あとさ、ムマ族にスタイルいい人が多かったとしても、リリムも絶対そうなれるとは決まってないじゃん。確かに痛いところをついてくるわね。
ごめん。この話、もうやめにしよう。もっと楽しいこと考えたい。そうだね。あのね、このお餅、お礼の他に、実は別の狙いもあるの。別の狙い？ふんふんふん。お年玉をもらえる可能性を高めておこうと思ってね。無理だよ、一朝一夕でスタイルを良くするなんて。その話はもう終わりにしたはずでしょ。あのね、このお餅を持って行ってみんなからお返しにお年玉をもらう作戦を考えてるの。おお、即死だね。バレンタインとホワイトデーの関係みたい。でしょでしょ。でもさ、私たちがお餅持って行っても人間たち食べてくれなさそうじゃない？やっぱり魔族が作ったお餅だなんて。大丈夫、抜かりはない。食べてくれなさそうなのは織り込み済み。これは食べる前にお年玉をもらう作戦なのよ。へえ、そんなことをどうやって？ふっふっふん、じゃじゃーん、この薬を見よう。うわ、いかにもって感じのアイテム出た。少し前に通りすがりの魔女から奪った薬なんだけどね。この薬の匂いを嗅がせたら目の前の相手の言うことを一度だけ聞かせることができるらしいのよ。すごい、そんなのズルじゃん。なんでもありだ。でしょでしょ。これをお餅に混ぜると、なるほど、全財産お年玉にちょうだいとかもお願いできるね。いや、さすがリリムちゃんじゃん。億万長者間違いなし。一生遊んで暮らせるよ。でも使い方よくわかんないね。適量とかあるのかな。わかんない、いっぱい入れちゃえ。そんなに入れても大丈夫？ダイは賞を兼ねるし全然問題ないよ。さあ、ペッタンペッタンしていくぞ。おお、なんだか変な匂いしない？すんすん、確かに、なんとなく甘ったるいというか、ケミカルな匂いがするよね。どう考えても、
このお餅じゃない？でも、これくらいエグい匂いしてた方が絶対効き目ありそうだよ。いや、これはそういう類いの匂いじゃない気がするけど、本当に大丈夫かな。触手に比べて、あのツヤツヤした質感、そしてもちもちとした見た目、もしかしてあの触手の正体、お餅？やだ、こっちに向かってくるよ。捕まるもんか！何でも言うことを聞かせられる薬じゃなかったの？偽物を捕まされたのかもしれないね。せっかく頑張ったのに。で、あの触手どうしよう。私たちだけじゃどうにもならなさそうだし、とりあえず逃げるが勝ちってことで。だね。美少女ママ、リリムちゃん参上！